こんばんは。今日はこんな時間ですが、ご飯を食べます。ごめんなさい、ごめんなさい。気にせず食べちゃいます。こんな時間ですが、こんばんは。今日は、おー、あー、かえる、ついた。ご飯食べます。今日のご飯はオーベルジーヌです。オーベルジーヌを食べます。こんな時間ですが、あ、ねえ、バターもらっていくの忘れた。あとね、途中まで飲んじゃってるんですけど、作り置きのお味噌汁を食べます。いただきます。作ったお味噌汁、いただきます。ごめんなさい、こんな時間にカレーなんか食べて。公演終わってクロワッサンも食べてます。すみませんけど、お腹空いて我慢できひんかった。この時間に普段食べない。食べちゃう今日は。今日はね、お昼からグッズ撮影があって、そこからすぐもうバタバタで公園に向かって、衣装をね一日着る日だったので、ご飯を食べてなくて、まあ、公演前にちょっとお弁当食べたんですけど、そのお腹が膨らまないくらいに食べて今だったので、お腹空いてました。美味しい。ずっとカレー食べたかった。こんばんは。食べすぎ？お腹空いてた、すごく。もしゃもしゃ食べてごめんね。
美味しい。じゃがいものバターもらってくるの忘れちゃった。ショック。そう、クロワッサンは差し入れ。クロワッサンね、なんかね、福岡のクロワッサンで、私福岡のお土産の中で一番好きで、三日月のクロワッサンで、大好きで、それいただいて食べた。三日月のねクロワッサン大好きなので、ね、善悪とか巻いてた時はね、朝ごはんでね2つもくれてたの。でも善悪なくなっちゃったからね、なんかねないの。ねえねえ、カレーさチンしてきていい？これなんかカチカチ冷めて全然ルーない。チンしてきた。知ってる？福岡のさ、三日月っていうクロワッサン、あれめっちゃ美味しくてね、美味しい美味しいって言って食べてて、お母さんに言ってた。お母さんも食べてみたいって言ったけどさ、一緒に福岡さ行ける機会なんかなかったからさ、ネットで買ってお母さんのお家に郵送、実家に郵送した。そう、あれね東京で売ってないらしくて、でネットもなんかそのほんまのその本店のネットしかなくて、そう、それでお母さんが食べたいって言うから、ネットで買ってね実家に郵送したんですよ。そう、お取り寄せか。チンしてきた。あ、ちゃんとお汁になってる。あ、いっぱいルー出てきた。その三日月のクロワッサンめっちゃ好きで、そう、公演終わってから食べるのずっと楽しみにしてて、終わって食べた。大阪とか兵庫でおすすめの食べ物、でも今もどこにでもあるかもしれへんねんけど、やっぱ明石焼きはめっちゃ好き。美味しいなと思う明石焼き。オーベルジーヌ、兵庫か、なんか兵庫の名物何って聞かれても分からへん。実家ではご飯しか食べてなかったから。でも明石焼きは食べた方がいい、絶対美味しい。
そう、その福岡の三日月はね、もう美味しすぎてやってられない、大好きなの。だから福岡行ったら絶対買って帰ってた。大学の時もめっちゃ食べるし、差し入れでもらったら 2,3 個食べてた。うん、食べ方汚くてごめんなさい。そうなの、ぜひ食べてみて。ギフトありがとう。先輩順に選んだからね。プレーンとココアとアップルが残ってて、でプレーンとココアが良くて、どっちかで、まなかちゃん寝ててその時だから、みずきちゃんと二人でチンするって言って、ココアとプレー持って後ろして、右左どっちって言って、でそれでみずきちゃんがココア選んで、で私はプレーになって、まなかちゃんの寝てる頭元にあのアップル置いた。なんかきな粉とか紅茶とかもあった。そう、それが大好きなの。なんかこのカレーめっちゃ辛い、口の中が燃えるように辛い。ありがとう。そう、なおちゃんの LINE ね、私一番やったらしい、お誕生日おめでとう LINE。 YouTube でも言ってた？ YouTube でも言ってた。そう、3秒、2秒前からピッて送ったら1番やった。昨日配信終わりであのまま寝るかと思ってたのに、日付変わるの待ってたの、かわいい。そうだから11時半に配信終わらしたんです。ななさん、なちゃんにもうぴったりに絶対連絡したくて、だからそう頑張って早くお風呂入って
10時半からして1時間しようと思って配信。そう。そうなの。そう、本当は11時から12時までしようと思ってたんですけど、絶対に送りたくて。ルーナーの配信もちょっと見た。うん、ソロコンツアー絶対行きたい。全国ツアーってすごくない？待って、そっか、全国ツアー、え、すごっ。ソロで全国ツアーすんの、すごい。必死にこんなカレー食べて。すごいなぁ。まだ味噌汁残ってた。こっちさせて。お腹いっぱい。まだ食べれるけど。食べ過ぎ、もぐもぐ。ごちそうさまでした。美味しかった。お腹いっぱいって言っとくね。アイドルやし、一応ご飯粒こうしてた。すごいな、全国ツアー。絶対行こう、どっか休み取って。ね、ソロで全国ってすごいよね。わかる。え、デザートあるけど、アイス食べる？そうね。
かん、私今日クロワッサン食べてる。食べんとこアイス、あかんわ。痩せないと。こんなカレー食べて言っとくもんじゃないけど、ごちそうさま。ゆうながいっぱい褒めてくれてありがとうって言ってます。え、嬉しい。だってほんまのことやもん。てかゆうなちゃんの今日のビジュアル良かったよな。そう、今日はねチーム K 公演をしてきました。岡田さん有言実行の女すぎてる、それな。っていうかさ、奈々さんがさいつか武道館とかだったらもうマジで泣く。絶対見に行こう、休み取って絶対休み取んね。武道館だらやばない、絶対応援しよう誰私そうでもね、ナナさんからナナさんと一緒になんかズンちゃんも応援してますっていう方が多かったりとか、そうナナちゃんから好きになったよって方も多くて、そう実はね全然なんかそう最近ファンになってくださった方あれなのかもしれないんですけど、あのそう加入当初からずっと憧れって言ってて、入った時から、それでなんかね徐々にね話しかけに行ったんです。憧れはナナさんですって言ってて、でずっと大好きですって言ってくれて、あ言ってくれてしょ言ってそうなの実は。でそれでいっぱい話しかけたり、話しかけてくれたりもしたりとか、もうなんかすごい幸せな時間で、でなんかね、なんかに何かきっかけでめっちゃ仲良くなって、ご飯行ったりとか、なんか腹割って話したりとかしたりとか、そうでも急にね仲良くなったんです。お泊まりしたりとかあ、ギフトありがとう。まつげすごいよね、見て。今日マスカラしたらめっちゃ伸び、え、すごくない？マスカラしたらより伸びたかも。親子、そうだよ。親子だよ。岡田家長女です。長女らしい私。あの、長女になれたことは初めてで。びっくりですね、嬉しい。どのくらい姉妹いるんやろ私。すごいよね、まつげバッチバチに上げてくれたパリジェーヌの人が。誰やろ次女とか。え、お全然把握してないけど、ココアちゃんはいるよね。あとひかるちゃん、誰やら、あとさん姉妹。でもなんか最近そう岡田同盟みたいなのもできてて、あそうや、はつかちゃんも娘さんやね。ココアちゃんとひかるちゃんと、はつかちゃん、なんか年齢層わかない、え、なんか申し訳ないねんけど22歳。あ、そうや、ゆらちゃんもや。
20ハッツ、30ヒカルン、40ココア、50ユラちゃん。ああ、私こんなに姉妹できたの？嬉しい。何だったっけ、ハツカちゃん、ココアちゃん、ヒカルちゃん、あとユラちゃん。わあ、私そんな中での長女？びっくりだね。初めて長女になった。兄弟の先頭に立った。ココアちゃん可愛いよな。わかる。めっちゃ可愛い。嬉しい。そんな中で長女になれて。怖い。22歳やで。みんなまだ10代とかよな、多分。はつかちゃんでさえも20歳とかじゃない？そして私はゆいりさんの娘。前髪綺麗、ありがとう。お腹いっぱいでめっちゃ眠くなってきた。長女っぽくないよな、わかる。私も長女っぽくない。だってリアルでもさ、お兄ちゃんいるもん。そう、リアルでもお兄ちゃんいるから全然長女のじゃない。めちゃくちゃ末っ子で育てられたよ。お父さんとお母さんから。あとね、なんかもう中身売っちゃってるんですけど、これいとことか、なんやろな、みんな男の子なんですよ。そうで、身内とかもみんな男の子やから、なんかね、一人だけ女の子なんですよ。からおじいちゃんとか、なんかみんなから、そう、女の子一人やから、世界一甘やかされました。そう、兄ちゃんもね結構年が離れているので、だからそう、待望の女の子やったらしくて、いとこずっちゃん狙ってるかも。え、怖い。なんでそういう思考になるの？え、怖いよ。全然そんなことない。もうね、もう生まれた時からいとこ一緒で、そう、同い年のいとこがいるんですよ。で、もうね、兄弟のように育ってきて、おもろい。夏休みとか毎日一緒に遊んでた。公園で。公園でバスケしたり、サッカーしたり、鬼ごっこしたり、ドッジボールしたりしてた。セミ取りして、あと川泳いだりとか、川で魚取ったりとかしてた。そう、今もずっと仲いい。帰省した時とかね、なんか遊びに行ったりとか、散歩ついてきてくれたりとか、そう、運転、最近ね免許取ったらしくて、それで免許取ったので、車を運転してくれたり。おもろい。ほんまになんか真面目やねやんか。しかもいとこね、同い年のね。で、そう、真面目、私と全然正反対やねんな。性格がめっちゃ真面目、誠実で真面目って感じ。真面目家族。で、そのいとこのお兄ちゃんも真面目。でもね、なんか
めっちゃ勉強できる兄弟そろって優しいですごく。元気してるかって連絡してくれる。そう、みんなね近くに住んでるから。そう、お兄ちゃんも真面目やね。だからその中で女の子が私が生まれたので、おじいちゃんがもう私に夢中やな。鈴葉は帰ってこんのか、鈴葉は元気に生きとるんかってずっと聞いてるらしい。携帯も持ってないから、おじいちゃん。お兄ちゃんと全然連絡取らへん。めっちゃ怖い話やねんけど、なんか帰省したら話したりはするんですけど、年一のお互いの誕生日しか連絡せへん。お兄ちゃんお誕生日おめでとう、ありがとうみたいな感じやな。そう、いとこの方が遊ぶかも。いとこはね、就職活動とかを前までしてたから、鈴葉はすごいなってずっと言ってくれてた。鈴葉ほんまにすごい、こういうのを16歳とかで、まあ私は就活とかしてないんですけど、16歳とかでこういう世界入ったんやなってめっちゃ褒めてくれた。ほんまにすごいって。尊敬するわって言ってくれた。ありがとう。おじいちゃんかわいいよね。だから早く帰っておじいちゃんに元気なお顔を見せないとね。焼肉にいつも連れてってくれるの、お寿司とかご飯に連れてってくれるんだよ。親戚とはよく会えないね。もうそもそも私一人だけ東京に出てきてるから、もう全員兵庫県に残ってるというか、まあ、いるから私だけがここにいる感じや。年末年始とかさ、みんなで過ごしてていいなっていつも連絡が来て、みんなで過ごしてるよって来て、そう、夏とか秋冬全部なんかおじいちゃん家に集まったりしてるらしいんですけど、ありがとうギフト。そう、私はいつもタイミングが良くなくて行けないので、もう最近は半年に1回しか帰って、半年に1回くらいほんまに帰ってないから、年1か半年に1回しか帰省できてないの、めっちゃ悲しくない？てか、なんか大人になったなって。もちろんさ、実家にずっとおりたいし、いっぱいさ帰省はしたいけどさ、こう時間がなくなったり、もうその移動の体力がしんどかったりするやん。たかだか 2,3 時間やねんけど、そう、荷物詰めてっていうのがすごいしんどいから、あんまり帰らなくなったね。そうだって、加入した時とか月1で帰ってたもん。帰りすぎよな。しかも加入した時の方が多分忙しかったと思うねんな。そう、私なんか喋ったことあるっけ、なんか、そう、月一で帰ってて、でも今はもう半年に1回とか年に1回とかなんですけど、
大人になったね。そうだから、加入した当時とか月1とか、まあ、2ヶ月に1回とかは書いてたんです絶対。でもそれは16歳やし、でさ、なんか地元からなんか地元から出る人間じゃなかったから、もう家の周辺に常にいたし、電車とかも全然乗ったことなかったんですよ。だからチャリで行ける距離とか車で連れてってもらうとか、そうの場所しか行ったことなくて、16歳、高1だから、そう本当に何もしたことがなくて、ご飯も作ったことなかったし、なんやろ、洗濯とかもしたことなくて、家のお掃除とかそう洗い物とかしたことがなかったから、お風呂洗いですらしたことがなかったんですよ。だからなんか全部初めてで、そうで私すごい家族大好きなんですよね。親戚とか、そうありがたい環境にさせてもらってたから、すごい大好きで、もう常に実家いたいみたいな気持ちだったから、そうほんと月1とか2、3週間に1回くらい帰ってたりしてて、そしたらめっちゃ叩かれたそうめっちゃ叩かれるの、やばかったあの時。なんか何でも叩かれるんですけど、叩かれ体質っていうか、まあ、すごい批判される体質みたいな感じあって、もう今はね見てないから何言われてもあんまり気にならないんですけど、目に入ったら気になるけど、そうすごい叩かれてたなんか実家ばっか帰んなとか、帰りすぎとか帰省しすぎって言われたりとか、そう怖かった。16歳にして、まあ、16、17、18とかそんぐらいの年齢で帰んなみたいな、実家帰んな、あの子は帰ってないから帰んなみたいなの道言われて、怖いってなった。だから実家に帰ることって悪のことなんやってすごい思ってて、10代の頃は、まあ、最近はまあね、年に1回とか週に1回じゃない、まあ、半年に1回とか、あ2回とか、年に2回、2、3回帰ったりとかするんですけど、そうまだそんな実家、もちろん帰りたいし実家に一生いたいと思うけど、やっぱりしたいことがあって、叶えたいことがあってここに来てるから、それまあまだ大人になったからさ、一人でいろんなこともできるようになったしさ、そう、でもその当時なんてほんまほぼもう中学3年生よ、ちょっと前とか、そうで一人で東京出てきてとかやってたから、そうそう、だから実家に帰ることって悪なんやっていうのを香里ちゃんと話してて、あかんことなんやなみたいな、実家って帰るもんじゃないんやみたいなあって、でもなんかみんなはなんか毎日実家に帰ってるやん、そのまあ関東組、関東に住んでる人たちは、そうみんなは普通に毎日実家に帰るのに、なんか月に1回とか2ヶ月に1回とかしか帰れへんし、家族に会いたいし、早くからさ家族からね、親元離れて、そう暮らしてって感じだったので、そうだから実家に帰るの内緒にしたりとかしてた当時はファンの人にまた叩かれるから絶対内緒にして帰ろうとか、あんまり大ごとにせんとこうとか、なんか帰省しましたみたいなのをなんか口で言わんとこうとか、そんな感じでルール作ってた。あの当時はめっちゃ怖かった、帰りすぎって。でそこから多分そのノリになって、なんかファンの人にも言われちゃって、それがすごい傷ついた一番。
唯一の味方やと思ってたのにって、多分それで心折れて、そうなんか言った気がする。帰省しすぎてあんまり言わないでもらえると嬉しいですみたいな。そう懐かしい、エラー自分、そんなん言わんといてやって切れへんとさ、そうあんま言わないでくださいみたいな。なんかみんなが実家に毎日帰るのと一緒のことやのに何が違うんですかって言ってたけど、まあ違うよね。そう、しかもめちゃくちゃさ初期とかバタバタしてたから、そう忙しくて、それでもう2日3日休みができたら奇跡みたいな感じやったから、それでその間で急いで帰ってたらめっちゃ怒られた。そう怖かったなあれ。すごいショックやった、めっちゃ。最近は帰れてる、最近も帰ってないかな、いつ帰ったんやろ、うん、全然帰ってないと思う、半年以上前くらいかな。そう、怖かったね、当時は10代やったし、10代の時に、その20歳超えてるとか成人してる人にすごくそういうねことをいっぱい言われて、すごい怖いなと思ったイメージあった。ことあるごとにいろいろ言われてたから難しかったね。そうなんかね、本当に、うん、なんか言うことじゃないんですけど、まあ、配信やからさみんなしか見てないからいいかなと思うんやけど、なんか顔が可愛くなくてやっぱり炎上した。一回あった。そう、まあ、その他には全然理由があるんですけど、もう根本顔が可愛くないみたいな感じで言われて怖かった。震えたあの時。顔が可愛くない。どのくらいの時やったかな。そう、怖かった。懐かしい。そう、ブスで、なんか炎上っていうか、すごかった。なんか泣いた記憶ある、めっちゃ怖くて、それがなんか仲良くしてるメンバーのことを引き合いに出されて、仲良くすんなみたいな感じになって、そこからもうそこからとんでもなく顔が可愛くないってめっちゃ批判されたの。懐かしい、そんな時期もあったな。え、怖かった。そう、そんな時期もあり、大人になりました。まあ可愛くなったからな、その時より。そうなの、なんかあんまり人といない方がいい性格してると思う。性格っていうか、その見た目、なんかアイドルでいる時に人といる方がなんかすごくマイナスに映っちゃうことがある。まあそれは私のまあね、捉え方も悪い時もあるし、行動が悪い時もあるけど、そう、私はソロで
一人で戦った方がなんかねいいなと思った。でも仲いいのはしょうがないやん、だって仲良くなってもうだもん、好きやもん。そう、嬉しい。だから、あー何かわいい、ありがとう、かわいいってみんな怒ってくれてるありがとう、そうそういう時期もあったよって。だからこんなにね自分の顔に執着したりとか自分の見た目に執着したりとかしてるね。なんか見栄えとかにも言葉とかにもすごい敏感。でも昔よりはそんなに気にならへんくなったと思う。そう、昔よりは気分が落ちてるときはもうすごく気になるけど、もう見てないね、ほぼ。ギフトありがとう。懐かしい、ごめんね、こんなマイナスの話して。そういう時期もあったよって感じですね。いや、メンタルが強くはなってないと思う。メンタル強くなったというより多分自己防衛がちょっとね大人になった。ちょっとなんか縦が分厚くなったって感じ。そう、みんなのおかげ。でもみんなはそれでもすごくずっとその時もずっと励ましてくれてさ、優しい言葉かけてくれてさ、そんなことないよって言ってくれたりさ、察して、そう、でも何も言わずなんか大好きだよって伝えてくれて、もっと早くその声に気づけばよかった。もちろん見えてたし、その当時は助けられたけど、もっともっとその言葉の方を向いて解けばよかったなって思った。それを最近気づいたから、最近はなんかそう、ちゃんとみんなの言葉に一個一個向き合うようになった。ありがとう。で、見ての通り、すっごい眠たくなってきました。なんでかというと、ご飯を食べたからです。そう、そして今日は朝から起きてたのですごく眠たいです。ごめんね。こんなに可愛いのに。そう、ゆいりさんは本当に初期から、ゆいりさんだけ、ゆいりさんはずんは可愛いってずっと言ってくれて、可愛いって言ってるやんってもう怒ってくれるようになるなったそう、ずん本当可愛いよって、可愛いからねって、私が何言われてもずっと曲げず可愛いって伝えてくれたのはたった一人、ゆいりさん。初期から変わらず、ほんまにすごいよな。かわいいよって、違う、かわいくないって叩かれてる時もずっとかわいいよって、そんなことないよって言ってくれた。今日の声もずんちゃんが一番可愛かったよって、嬉しい。なんかぷっくりしたって思って落ち込んでたけど、なんかみんないたから元気出た待って、あくび出る。
りした。カリ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 。でし、元気だよ。でも今はすごく、だってまつげが長いからね。見て、まつげほんまにすごくない？今まつげも長いから何でも嬉しい。傷つくことがない。すごい見て。頑張った。あ、見ても眉毛ついてもてるわすごいよね。こうやったら眉毛につくまつげ。すごくない？今日ちょっとアイラインも長くてステージに立つか濃くしたよ。なかった？その片隅、みんなでこっそり寄せ書きした。制服はもう脱ぐんだ。春の風に吹かれながら、どんな新しい夢を見る。タン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 よ。ゆうな、まだすぐに会える。だから今はハイタッチしよう。そう、卒業とは出口じゃなく入り口だろう。涙こらえるよりぐしゃぐしゃの顔。ふん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 。友よ、それぞれ進むだけだ。さよならを言うな。またすぐに会える。だから今はハイタッチしよう。歌詞載せてくれたか。歌詞わかったありがとう。何枚写真撮ってみても、大事だったものは残せない。喧嘩して口聞いてなかった。あいつとなぜか肩を組んでた。まだ誰も帰らなくて、教室が狭く見えるよ。名残惜しい
時間の先に僕らの未来がある。涙こらえるより生まれてから一番泣いてみよう。そう、辛いことはまだまだある。慣れておこうぜ。涙ぐしゃぐしゃの顔見せ合ったら何でも話せるね。一生の親友だ、忘れるなよ、ハイタッチしよう。ありがとう、歌詞。明日料理やる。うん、明日ね、やる。夕方か夜にします。3時間。なんか何かの何作るかまだ分かんへんけど、スーパー行ってなんか買って作ります。見てね。あ、また時間は明日になって、ごめんね。明日します。でも明日は3時間くらいできると思うということで順位発表します。ありがとう。時間表示。13位ドラドラさん、12位ヤマちゃんアットマークズンちゃんズさん、11位 YP アットマーク台湾さん、10位フィニッシャーハッシュタグズンちゃんと選抜 A さん、9位山根千穂さん、8位マロさん、7位キラキラうちりばめ王鈴葉超絶王将オレンジさんアットマークズンちゃんとさん、6位タモアちゃん、5位マルさん、4位セミロンガアットマークズンちゃんとさん、3位タレさん、2位モーちゃん、1位カズくん。おきに、毎度おきに、ありがとうございます。カズくん1位おめでとう。そしてたくさんのギフトもありがとうございます。いっぱい見えてたよ、ギフトありがとう。そしてコメントやお星様もありがとうございました。みんなバイバイ。あ、まあまあ、ちょっとの配信やったのに来てくれてありがとう。じゃあバイバイ、おやすみなさい。早く寝ようね。私も睡魔が来てるので寝ます。バイバイ。Bye-bye.